はい、ということで今日はちょっと今お湯をね温めてる最中なんですけど、今日のラーメンはこちらでございます。新商品博多一層、ね、博多駅にねこの一層って本店があるって言うんですけども、ちょっと初めて、見ました。これここ気になるよね。これ泡系濃厚豚骨ラーメン、これが結構ね博多で人気みたいなんですね。まあ行列の店ということで、まあ、これなんか一層って山田兄弟っていう、まあ、兄弟でやってるみたいですね、で結構ね一度食べても忘れられないという感じらしいです。で、まあ、麺が結構ねしっかりと噛み応えあるみたいなんで、ちょっとそれをね楽しんでいきたいなと思います。じゃあ早速ちょっと開けていきましょう。ああこれ一層っていうね、初めて聞いたよな。最近できたのかなこれね。じゃあ早速、あ、これちょっと早めだね。熱湯が2分、ということで、2分で食べれるというかなりね超最速でございますね、これはね、でこれが仕上げの小袋だから、お召し上がり直前だから、あとはねちょっとお湯を入れるだけでございます。はい、和骨です。中身はこんな感じ、油揚げかな、ね、あとはネギとかが入っておりますね。これちょっと、これからキクラゲが入ってるんだって。ネギとキクラゲ、豚肉でございます。はい、じゃ早速ちょっとねお湯の方入れていきます。これもね時間との勝負なんで2分でございますね。2分、この時点でもう20秒経っちゃってるような気がするから、ね、これでとりあえずお湯入れたら、1分30秒タイマー、はい、1分と30秒からカウントします。いやもう超最速で、多分ね過去最速のカップラーメンじゃないかな。すごく急いでる人にとってはめちゃめちゃいい食べ物でございますよね、これはね。はい、じゃあ行っちゃいましょう。新しいシリーズ、新しいやつはこちらでございます。ラガー、飲み応えザ・ラガーでございます。はい、金麦の、ビールでございます。もうねお昼からこのビールは贅沢でございますよ、これは。じゃあ早速こちらの方にね、ちょっとスーパードライなんですけどまこれで色を楽しみながら行こう。さあ、じゃあ朝からいっちゃいます。お酒いただきます。あーめっちゃ鼻詰まってるからね、苦しいわ一杯が苦しい。でも一気にさ鼻で吸うからさちょっと通るんだよね、ビール飲むと。本当は通らないみたいな。おっと時間になりました。じゃあ早速ねちょっと博多の一層ねいただいちゃいましょう、これね。さあそれではねちょっと軽く混ぜて、ちょっとね2分でも固めだね、少し固めの感じがする。で仕上げの小袋、これがね謎の小袋、これをちょっと入れていきます。うわなんか透明の液体だね、これなんだろう、油かもしんないけどねこれおそらく。はい、じゃあ混ぜていっちゃいましょう。まあ細麺でねすごくうまそうですよねこれね。それではいただきます。うわもうこの時点でうまそうじゃん。あこれが泡ってやつですか、これ、ここが泡、確かに泡ついてるわ。これそういうことだよねきっと。いただきます。あーうん、このストレート麺でございますね、この極細のねあのストレート麺、まあ、かなりねなんだろう、後味がいい感じのクリーミーな豚骨スープね、これ。噛み応え確かにあるわ。うん。どっちかというと、なんか
針金みたいな感じの硬さかな。これはさ、多分針金じゃないやつ、針金がちょっと嫌な人は少し時間経って食べた方がいいかもしれないね、これ。うん、まあ、うん、あめっちゃうまい。なんか鼻が通ったよこれ。なんで一層食べた瞬間に鼻が通るっていう、交感神経刺激されたからね。うん、でもなんかね、スープが濃厚だ。ああ、クリーミーさがいいね。あ、すぐ食べちゃいそう。いや、これあれ入れちゃいますか、あれ。ちょっといつものやつをね、今いつものやつを温めてるんで、この後にいつものやつをちょっと入れていこうかなと思います。あ、これ替え玉入れたいよ、替え玉。もう替え玉あるんだろうな、多分博多行ったら。これメモはうまい。キクラゲも、ね、いい感じで。うん、ラーメンといえばね、またこれでございますよ、これ。これ食べればもうね、満足ですから。冷凍ご飯なんですけれども、これをですね、ドカッと入れ込んで、ね、わわわ、ちょちょちょ、すごい汁が。なんでこんなこんな入れ方をしてしまったんだ、これ。やばいやばい、なんか風邪ひいたのかな。すげえ鼻がなんか使えないからだるいのか、鼻でだるいのか、体がだるいのか、一応よくわかんないんだけど、これコロナじゃないですよね、まさか。まさかな、コロってないですよね、これ。よし、がっつり混ぜました。じゃあ、うわ、これうまいでしょ。いただきます。あ、合うよ、濃厚豚骨合うよ。まろやか、めっちゃまろやか。うん、え、越智は出産一時金ビジネスに関わってますか。え、なんですかそれ、出産一時金ビジネスって。初めて聞いたわ。あ、これはうまい。なんか至福の時だね、麦とね、ラーメンはめっちゃ合うよな。なんでこんなに合うんだろう。もう体にめっちゃ悪いのは分かっているけれども。うまい。そう、今日はね、ちょっとコンサル、アパレルのコンサル受ける予定だから。今日5万円払ったんだよね。最近なんかコンサルマニアになっちゃって。でもね、コンサル面白いよ、マジで。うん、あ、俺の名前が卑猥
そう、えっちゃんだからね、あのエッチでね反応しちゃうから、ちょっと場合によってはちょっとそこで卑猥になっちゃってるんで、ね、もしかしたら私の名前が呼べない可能性があります。そもそも私の名前が NG でございます。裁判所行って名前を変えない、いやそこまでいらないでしょ。そうだね、コンサル費、そうだね、コンサル批評家になればいい。批評家っておかしい。で今のところね、コンサルは俺はね、なんか騙されてない。ただね、ちょっと気になるコンサルがあって、ちょっとコンサルマニアとして、マニアなんかわかんないけど、畑って知ってます？ FX の自動売買畑、FX で FX、畑って調べれば出てくるんだけど、この人はめちゃめちゃ消えたんだよねこれ、畑 FX チャンネル、これ自動売買で、まあ、私は自動売買であれば、約1ヶ月で10万ぐらいになりますみたいなね、でもどんなシステムなのか気になるよね。私もね、まあ、1ヶ月ぐらいは10万は全然あの儲けられるんですけど、だどんなシステムなのか知りたいよね。でこのそのシステムを知ることによってさ、自分もあこれ俺もできるかもしんないっていうこともあるじゃないですか。ね、自動化、コンサルレビューサイト、コンサルレビューサイト、あそれでもいいかな、どうだろうね。コンサルレビューサイトありかな。もうそれにお金かけて、でも経費でさ全部賄えるからね、コンサル系は。だから非常にね、あの有用性のあるあの商材だよね、そういう系は。このラーメンはね、欲しいですか？このラーメン欲しい2つです。はい、なかなか私のラーメンはね、あの3つ出ないんで。そう、この際は中身見ないから、あ、需要がある、あ、それいいかもしんないね、確かに。ちょっとやってみようか、それ。まあこう、でもさ、その中身をさ明かしたことによってさ、俺訴えられるの？もしかして俺訴えられるの、それ。営業妨害とか大丈夫ですか、それ。不安なのが一番それですわ。ということで、こちら一層ね、まあ、コンサル系、怪しいコンサル系のね、なんかレビューをちょっとやっていきたいなと思います。もう怪しいコンサルね、2つ入ってるから俺、でも意外とお金になるけど、意外とね、そんなでもないかもしれない、コンサルって。だから自分で稼げる術をね持てるから、まあ、そこら辺でなんかね、居酒屋で他の人たち飲むよりかは、多分俺はこういうコンサルに入った方が面白いと思いますね。ちなみに畑 FX チャンネルはね、自動売買システムで9万円なんで、めちゃめちゃお安いんですよこれ。だからちょっと9万円の商材だから、まあ買っちゃおうかなと思っちゃって、これでね1ヶ月10万円儲かるんだったら、まあ、彼が儲かんなかったとしても、あ、こういうような感じで10万円払うやつがいるんだなって思っちゃうね。これちょっと詐欺に入るわけじゃないですけどね、でもそれでもやっぱりね、面白いなんか商材だなと思って、まあ、やっぱ商材はね買った方がいいですよ、面白い、あの情報を買うっていうの、でいろんな人と知り合いになれるから、まあ、自分もなんかファッション関係とか、まあ、EA 関係とか、
まあ、そういうので結構いろいろね、あの幅広く知り合いができたんで、まあ、これはね結構いいと思うんですよね。はい、ということで、じゃあ、まあ関係ない話になっちゃいました。博多の一層、ね、格段でぜひとも阿波系濃厚豚骨ラーメン堪能してください。ありがとうございました。